内なる批判者と対話してますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスター岡ちです。親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは自分軸で子育てをする方法20選ということです。どうでしょうか自分軸持ってますか ま、持ってますか言われても、目に見えないんであるかどうかわかんないんですけども、ね、あのー、僕はね、やっぱり自分軸を持って、 で子育てててをすするることがととがも大事やなと思ってるんですねで自分軸がなかったらどうなるのかというとどん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 子育てがしんどくなってどん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 ,、えー、なんで私だけこんなことやらなあかんねんみたいな自分ばっかり大変だっていう不満が溜まっていってストレスが溜まっていって子供のことが可愛いと思えないであったりどうしたらいいかわからないっていうふうに子育てに自信をなくして、まあ、子供と関わりたくないっていうふうになってしまうこともあるということで,でやっぱりね、あのー 何が正しいかっていうのが分からないわけじゃないですか。もうよく子育てにおいてね、正解はないってよく言われてるんですけども、まさにそうだなと思っていて、なので、自分の中で明確に目的を持って、目的を持って、手段を選択するってことが大事だと思うんですね。で、他人軸で生きてる人っていうのは、目的がないんですよ。人生においてもね。例えば、何のために生きるのか。自分はこういうふうに自分の命を使っていきたい。 ですとか、働く上でも、働くことを通じて、働くことを通じて何を得たいのかっていうことであったり、子育てであっては、えー、どんな子を育てたいのか、そのためにどんなことが必要なんだろうっていうふうに、自分の中の哲学というか、自分の中の判断基準を持つということ、これを持っていれば振り回されないんですね。 迷うことが少なくなくるんですよで自分の関わりに納得を持って自信を持って関われるようになるでその関わりによってねうまくいかなかったらあこうこうこういうやり方がうまくいかなかったんだなっていうことをしっかりそこから分析して、えー、次はこうしようっていう作戦を立てて実行するその過程の中で自分らしい子育てっていうのができてくるんじゃないかなと思ってます そうです。目的と手段の話に戻るとやっぱり今ねいろんな本を読んでいろんな発信者の話、まあ、教育家であったり講演家であったりまあおかちみたいな、ね、YouTuber であったりねいろんな人がこんなこと大事だよってあんなことした方がいいよってねいいところ3つ見つけようねとかね何、えー、だろうな、えー、今日であれば、えー、情報をすべて鵜呑みにしないみたいなことをね、言うてくるわけじゃないですかそれは手段なんですよ全部手段なんです 大事なことは、自分の中に目的を持って、目的に合った手段を選ぶってことなんですよ。これが自分軸で生きる。自分軸で子育てをするってことなんですね。うん、例えば、ね、えー、船、船、電車、えー、船、電車、車があります。どれがいいですかって言われてもね、いやいや,いや、どれがいいですかの前に、どこに行きたいですかじゃないですか。で、そして、その旅をどういう旅にしたいですか それによって、手段って変わりますよね。でも、僕のもとに送られてくる相談の中では、どうしたらいいですかね、えー、私のこのやり方間違ってますかってやり方、手段を聞いてきて、その手段が間違ってるか合ってるかだけ聞いている。だから、船、船乗ってるんですけど、船間違ってますかって聞かれるようなもんなんですよ。それを言われても、いや、判断できないというか、答えようがないんですね。手段なんで。 なので、大事なことは目的を持つということ。どんな構想を与えたいのか。そのために何が必要なのか。そういう自分軸を持って子どもと関わることで、その軸に沿った手段を意思を持って選択できるようになるって、僕は思ってます。 はい、なのでなので前振りがすごく長くなったんだけど、まあ緩める子育てではそうやって自分の中にあるまるしなければいけないっていうことを緩めながらね本当に自然体で楽にした状態で子供とどういうふうに関わっていきたいんだろうというようなことを見つめ直して自分の中に軸を持って子供と関わっていこうねっていうことを提唱してます、えー、本日はねその緩める子育て自分軸を,こそでを作る子育ての中でね、えー、厳選して20個紹介したいと思います本の中では「緩める子育て」の中 中では52個紹介してるんですけどもそこを踏まえてプラス、おかちのこれまでのコーチングであったり、えー、セッション等を踏まえてね、えー、この20個がすぐにできそうなところなんじゃないかなっていうところを集めましたので、えー、何か一つでもね参考にいただいてちょっとやっ,てみやってみようかなと思うところから実行していただけたら嬉しいです。 はい、ということで、ということでね、この番組では親も子も楽になる「ゆるめる子育て」をテーマに、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツとか、子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録お願いします。でね、この「緩める子育てラジオ」っていうシリーズなんですけど、まあ、顔出ししてない感じのやつ、うん。これね、あのー、今大体ね、18本ぐらい撮って 出ます。まあ18時間分ぐらいあるので、ゆるめる子育てラジオっていうリストを作ったんで、そちらをね、まあ、ずっと流して聞いていただければね、あのー、作業しながら、家事しながら聞いていただけるんで、そのリストをなんかお気に入り登録みたいなしといてください。はい。で、よければ、あの、移動中とかでね、えー、掃除しながらとかにね、ブラッと聞いてみてください。ゆるく配信してます。あのー、言うてること全部覚えなあかんとか、そんなことないです。あの、聞き流しても全然 OK やから。また聞いてもらったら OK やから。 でタイトル見てもね、なんか全然自分には関係ないなと思うことでも、絶対どこか繋がってるので、えー、ちょっと流してみてくださいという感じでございます。はい、じゃあそれでは早速始めていきましょうか。自分軸で子育てをする方法20分の1。ちょっとすみません、あの鼻声なんで、えー、聞きづらいかもしれませんけど、頑張ります。はい、20分の1。くつろげるスペースを見つける。あー、これ大事よねー。 いやもうその大事なことしか書いてないけど、えー、くつろいでくださいってことですよ。まずね、不安がある状態、焦ってる状態、恐れてる状態、このままでうちの子は大丈夫かなとか、早く〇〇させた方がいいんじゃないかなって、それで焦ってる状態では、えー、自分自身が見つからないんです。そうなんです。自分自身が見つからない。なので、落ち着くってことです。 落ち着くっていうのは本んを読んで字のごとくもう落ち着くんですよくつろぐんですよあのく,つくつろげる場所を見つけてそこでくつろいでくださいまずはそこです焦ってる状態で子供に〇〇しなさいって言っても子供も焦ってしまって不安になって不安定になってしまってで失敗を恐れてしまうようになるということですよね、うん、なのでなので、えー、子供のためにもあなたのためにもくつろいでください で、くつろぐためには、くつろげる環境が大事だよねっていうことで、まあ、それは家の中でもいいし、えー、ちょっと河川敷を歩いてみるとかでもええしな、あのカフェに行ってみるとか、映画館とかでもどこでもええし、自分がちょっとね、自然体になれる、そういうくつろげるスペースを見つけて、えー、そこでちょっとくつろいでくださいということです。はい、20分の2。よく寝て、よく食べて、よく動く。あ、まあ、ここですよね。ここがエネルギーの土台なんで、これをしないと、要はガソリンがな,いなくなっていくんですね。 うん、よ食事、睡眠、運動ですよね。うん、どうでしょう。自分のために食事してます。 忙しい中でもう、さっと食べるってことであったり、晩ご飯抜きであったりね、えー、睡眠時間を削ってしまうとか、えー、子供を寝てからちょっとの、あと YouTube とか Netflix とか、アベプラとか、アメプラか、うん、アマプラか、なんでもいいじゃないですか、そのアベマプライムと,あああと、アマゾンプライム <laughs> なんか分からんけど、そこらへんいつも間違えるんやけど、まあ、そういうのをね、見てしまって、夜更かししてしまって、眠れなかったとか。 どうでしょうまあ、家事や育児にね、忙しくて体を動かすことは多いと思うんですけど、自分のために動かしてるうんあの。自分の体を良くするための運動をしてるますかってことですね。うん、ここが土台なんですね。ここがないと、いわゆるガソリンがなくなっていくってことじゃないですか。ガソリンがない状態じゃ走れないんですよ。走れない車を外側からね、手でね、押して、もしくは引っ張って前に進めようと思っても、ものすごくエネルギーがかかるでしょ。で、効率が悪いんですよ。 なので、そのしんどいなって思ったり、疲れたなって思ったり、ちょっと、ちょっともうなんかやる気出ないなと思うときは思い切って休むんですね。休む。うん。具体的に言ったら、その生理的欲求を満たすってこと。生理的欲求ね。食事、睡眠、運動です。まずここです。ここが満たされないと、次の欲求に行けないですね。次の欲求、まるしたいっていう欲求には飛べない。 あのマズローの五段階予期もあるでしょまずは、その、ご飯を食べてない。お腹が空いてる状態で、どうやったら YouTuber になれるんやろうとか、どうやったら歌手になれるんやろうとか、そんなこと思いつかないんですよ。考えようともしない。まず、腹減った。でしょ。まず、パン食べたい。でじゃないですか。じゃないですか。ね。なので、まずは食事、睡眠、運動で、自分の体、心の状態を整えた上で、ガソリンを入れて、その状態で関わるということ。まず、ここですよね。はい。その3。 気が進まないことを断る。そうです。No を言いましょうってことです。頼み事も断るってことです。あの、気が進まないことはね。気が進むことやったらやってええと思うんですよ。でもやりたくないこと、気が進まないこと。でもそれを断られへんから、えー、なんか知らんけど引き受けてしもたってなってしまって。まあそれに納得してるんやったらいいで、ね。でもその状態に納得してなくてモヤモヤを抱えていて、なんか自分ばっかりいつもなんでこんなことしなあかんねんみたいな。そんなこと思ってるんやったら、それは断った方がいいよね。 うん、具体的には断る方法を身につけたらいいんですよ。今断れないのはもしかしたら断る方法がないからかもしれないですね、頭に。 何て言ったらいいか分からへんからかもしれない、ね。そのまま、このままね、気が進まないことをどんどん引き受けていってね、えー、やりたくないことも、なんか自分の周りにね、ト、え、ゥードゥリストになんか見たらもう8割ぐらいやりたくないことみたいな、そんな感じで毎日過ごすと、やっぱり元気出ないし、疲れてくるわけじゃないですか。ストレス溜まってくるわけでしょ。うん。なので、で自分のキャパも限られているから、時間もエネルギーもね。ってなったときに、自分がやるべきことであったり、本当にやりたいことに、自分の時間を注ぎたくないですか。 ですね、そ,うなのそんな時には、だから周りから言われること、あれした方がいいよ、これした方がいいよっていう助言であったり、アドバイスであったり、これやってね、あれやってねっていうお願い事っていうのも、ちょっと気が進まなかったり、ちょっとしんどいなっていう状態では、断ることが大事だと思うんですね。で、断るときに大事なことっていうのは、そのアサーティブコミュニケーション。これまた今度ガッツリやるけれども、要は、I am okay, you are okay ってことで、自分も相手も大事にしたコミュニケーション法をね、うん。 ここれを身につけるととといいうことが大事ななんかなと思います、うん、具体的に言うと、まあ、いろんな方法があるんだけど、えー、まずはしっかりと受容して共感して、ア、え、イ、ー、メッセージで伝える。で、次回の約束をする。ぐらいな感じですかね。はい。ちょっと今、早く言いましたね、えー。例えばの話しましょうか。例えばね。えー、じゃあ、この資料、を明日までにやっとってって上司に頼まれたと。まあ、仕事の場面にしましょう。上司に頼まれた。でも私はちょっと今日、やるべき仕事があってできないよね。うん。 まあやろうと思ったらめちゃめちゃ頑張ったらできるんだけど、そうなると中途半端な仕事になってしまうよねなった時にどう断るのかってことね。えー、まずは、ね、授業をする。ね、上司に、えー、僕のこと僕にお、僕を信頼してくれて仕事を振ってくれてありがとうございますと。 まずこれ需要共感ね。下,の下ですね。えー、これを僕に頼んで、えー、やってほしいと思ってるんですね。と、しっかり共感した後に、えー、任せてくれたのはありがたいんですけれども、本日中に仕上げないといけない課題が3つありまして、えーえー、今、手一杯な状態でございますと。で、明日ならできるんですけども、よろしいでしょうか。もしそれが無理だったら、違う方を僕は探しましょうか。みたいな形で言うとか。 でこれやったらちょっと柔らかでしょかなり下手に出ましたけどね。<laughs> うん。こういうふうに、えー、アサーティブコミュニケーションを学んでいくと、相手を傷つけずに自分の本音を伝えられるようになるということです。こういうのをね、ライフスキルコーチ認定講座で実践できるように180時間かけてやるんですよ。こういうのをね。 とかあの生き方プロジェクト、生き方プロジェクトではすいません、やってないな。ライフスキルコーチ認定講座とか、もっとライトに言えば、あのー、インスタグラムのオンラインサロンではね、こういうことを週に1回ミッション掲げて、じゃあ今週はこれやってみようとかやってるんで、まあ手軽にね、そちらからもご参加いただけると思います。自分塾を作りたいってことに興味ある方は、インスタグラムのオンラインサロンもね、えー、ちょっと検討してくださいね。あのー、 インスタグラムのお価値のプロフィール見てもらったら、サブスクリプション登録ってあるわ。ね、それやったら5秒で登録できるので、月額600円からできるから、またそちらも仲間募集してますということです。はい。じゃあ次4つ目いきましょうか。可処分時間を増やす。うん。可処分時間ってね、まあ、これ、なんか難しく言ってるけど、要は、自分が自由にできる時間なんですよ。ちょっと調べてみましょうか。可処分時間。あのー、まあ、自分が自由に使えるお金なんですね。あ、そ,そのままやった。自分で自由に時間、 自分で自由に使うことができる時間を可処分時間と言いますとそのままでしたね <laughs> はいまさにその通りでどうでしょう一日どれぐらい自分で自由に使える時間がありますかあ自由に使えるってことだからまるまるしなければいけないっていうタスクがない時間ですようんその時間何もしてもいいんですよそういう時間どれぐらいあるそれをまずは増やしましょうってことそう自分軸をね作っていくためには練習する時間が必要なんですよ さっき言ったアサーティブっていう、ね、あの話もあったでしょ。それはライフスキルを身につけることで自分自身で育っていくんですよ。一言ではで。ライフスキルを身につけるためには、スキルを身につけるためのトレーニングであったり、練習であったり、知識のインプットが必要なんですよ。だそのために時間がなかったら、それができない。だから、こうやったらいいなって分かってても、練習しないと自転車上手くならないよね。坂上がり登れないよね。練習しないと。こうやったら登れるって YouTube 見るだけでは難しいんですよ。実際はね。 あの人と人との関わり合いの中で僕たちは生きてるのでってなった時に頭の空想世界だけで生きてるわけじゃないからってなった時にそういう時間を作って練習することが大事知識のインプットが大事ってなったらやっぱり自由に使える時間を作りましょうねってことでこれはね、えー、過去の YouTube 見ていただいたらどうやって自分の時間を作るであったり自分を整えるってことはあります、えー、ちょっとあの再生リスト見てくださいどこかにありますはいということでじゃ次は20分の5 うちなる批判者と対話する。うーん、どうでしょうこれ自分の中で自分を批判する人いないなんかやりたいことを見つけた時に、どうせ失敗するよとか、なんかいい具合に言ってても、どうせ最後は振られるよとかな、そういうような自分の内側から聞こえてくる自分を批判する言葉、どうでしょうかどうせ無理やでとか、失敗するでって、やめといた方がいいでとかね。そういうこと聞こえてきませんで、その声をね、 あのシャットアウトするんじゃないんですよ。無理やりポジティブに変えようではなくて、そこには明確な意味があるんですね。そういうふうに、自分で自分のことを守ってるんですよ。防衛本能なんですね。それ守ってる自分を責めたり、変えようとすることはあらへんあらへんんですよ。まずは、何から守ってくれてるのって聞いてあげるんですよ。これが対話するってことですよ。そう。自分自身を批判したり、閉じ込めたりすると、閉じ込められたそいつはブレーキ踏むんですよ。ね、で、自分の力を奪おうとするんですね。 進まないように。そうすると効率が悪いじゃないですか。ブレーキ踏んだ状態でアクセル踏んでもね。うん、で、心のガソリンタンクに穴を開けてるんですよ。開けていく,くんですよ。進まないよね。それじゃあ効率悪いですよ。なので、あの内なる批判者と対話する。これが自分軸なんですね。自分の中にはいろんな感情、いろんな欲求があるということで、たった一つの欲求だけの声を聞くじゃなくてね。 じゃなくて、あのー、いろんな不安であったり、いろんな心配事、いろんな恐れがあったり、いろんな欲求があるから、それは、どういうことからそれが来ているのかってことを、まえー、聞いていくってこと、対話するってこと。うん。だからさっきのお話ではね、えー、どうせ無理だよって言ってる自分がいる、えー。登山したいって思った。でもどうせ無理だよって言ってる自分がいる。で、その自分、どうせ無理だよって言ってる自分には、ね、意味があるんですよ。何から僕を守ってくれているのって聞いてあげるんですよ。 じゃあ、教えてくれますよ。あ僕が、あのー、失敗して命を落とすことがあるんじゃないかって心配しているとかね、えー、他にはね、えー、怪我したらどうしようってことを心配しているとか、そういう難しいことをやったら失敗してしまって、そうするとまた自信をなく,すなくしてしまうんじゃないかってことを心配しているっていうふうに、いろいろと心配事を教えてくれるんですね。何から守ってくれているのか。 でそれを聞いて、あ、そういうこと心配なんだね。今まで僕を守ってくれてありがとうってちゃんと感謝した上で、その上で、お互いが今意識している自分と、そういって内なる批判者がいるわけで、その子がお互いが納得できる、えー、具体的な案を見つけていく。確かに富士山は難しいよね。じゃあそこの家の近くにある大福山はどうあれはね、富士山3700メートルやけど、大福山は290メートルよ。 まずはそういうところから行ってみたいみたいな形でね、えー、うちなる批判者と対話しながら納得がいく答えを見つけていく。これがまさに自分塾を作っていくプロセスなんですね。はい。次行きましょう。自分塾で子育てをする方法20分の6。子育ては人生の一部だと理解する。そうですね。人生の全てではありません。 そうですよね、えー。働くっていうことがあったり、家族のじ、家族っていう、家族全体のこともあったり、あとはなんだろう、自分の趣味があったり、生きるっていうことがあったり、その、大きな人生という一つの大きな山があったときに、その人生の中の一部が子育てじゃないですか。そうですよね。うん、なので、 まずは、その自分はどうやって生きていくのか、まあこれ後半にも話すと思うんだけど、そういうところを見つけていくってことが大事よね。で、子育てイコール人生になってしまうと、親も子も苦しくなるんですよ。だから自分、子供に対する期待が強くなってくる。だから子供が幸せじゃないと、私が幸せじゃなくなるってなるから、子供を幸せにするってことに執着しちゃうんですね。 執着すると、こうしなければ幸せにならない、ああしなければ幸せにならない、中学受験しなければ幸せにならない、友達が多くないと幸せにならない、宿題をしないと、学校に行かないと幸せにならない、みたいになってしまうと、子供を縛ってしまうことになるね。縛ってしまうと、本来の自分の可能性が発揮できない。 ね、自分の気持ちを縛って、自分の考えを縛って、縛って、自分の欲求、やりたいを縛っているから、やりたいっていうのは欲求、エネルギー、そして原動力でしょそういうとこを縛ってしまうと、本来の力が発揮できないんですね。で、で結局、子供は、子供は、いい子ちゃんになってしまう。うん、指示がないと動けない。だけど、指示,指示があれば動けるんだけど、自分はどう生きていきたいのとか、あなたはどうしたいのって聞かれても、えー、自分の中で答えが見えてこない、うん。そうなると生きづらくなっていくよね。 なので、なので、できる限り縛らないことが大事でね。縛らないためには執着を弱めること。だ,だから、子育てイコール人生になると、これも執着せざるを得ないんですよ。子育てがうまくいったイコール私の人生が成功となってしまうと、もうこれ、失敗するわけにはいかないってなっちゃうわけでしょ、うん。なので、そこを緩めることなんですよ。子育ては人生の一部なんだと。生き方、人生の中の一部であり、人生の中には、えー、自分の人生を生きるっていうことがあり。 仕事もあったり、そしてパートナーとの関係性もあり、友人との関係、コミュニティ、そして趣味とかがある。その中の一部なんだっていうふうに認識すれば、もう少し、えー、優しく子供を見守れるんじゃないかなと。冷静に子育てと見つめる、えー、なんていうか、向き合えることができるんじゃないかなって思います。はい。自分軸で子育てをする方法、まあ、すぐにできる方法を20個集めたという中で、えー、20分の7。 情報をすべて鵜呑みにしない。これ冒頭にもお話ししましたけど、ね、あの、手段なんですよ。子育て本ね、いろいろと書いてるでしょ。まるまるした方がいいよと、こんな声かけした方がいいよってね。山ほどあるわけじゃないですかね。え、褒めてはいけませんっていう本もあったり、褒めなさいって言ってる本もあったりね <laughs>。え、手段だけ見ていたら、結局何をしたらいいかわからなくなるんですね。そうじゃないですか。褒めなさいってでも褒めてはいけません。両方手段じゃないですか。 ね、だから、手段を集めていくと、ある本ではこう言ってて、別の本では違うことを言ってるみたいな感じでね、どうしたらいいかわからなくなるんですよ。混乱しちゃうんですよ。だから、その本を読むなんて言ってるわけじゃないです。冒頭にもお伝えした通り、目的を明確にするってこと。自分はどうありたいのか。自分はどんな子育てをしたいのか。どんな子供を育てたいのか。 その目的を明確にした上で、そのためにどう関わったらいいのかって、その手段は目的に応じて、えー、自分で本を読んだり、YouTube 見たり、まあ、このラジオを聞いたりとかしながらね、見つけていけばいいんじゃないかなと。手段はいろんな人のアイディア考えを借りたらいい。でも目的、それは自分がこうありたいから発生するのが目的でしょ。ね、こんな子を育てたいとか、ねえー、こんな人生を生きたいとか。 こういう家族を作りたい。これ自分のありたいから発生するんですよ。そこを他人に任せしてはいけないってこと。そこは自分で明確にして、そして情報っていうのを鵜呑みにすることなく、一つの手段だと捉えて、目的に応じた手段を選択していくっていう方法がいいんじゃないかなと。ででもちろん、データでは非認知能力を高める方がいいよとか、えー、と早期の教育、え再教育がふさわしくないよとか、データとかは出てるけど、やっぱり子供はデータでは語れないですね。 うん、だから、それで早期教育、幼児期において、詰め込み教育をすることでうまくいくかもしれんし、うちの子は。それかもしうまくいかないかもしれない。だから、データっていうのは、あくまでも多数派がそうだったってことで、うちの子は少数派の可能性もあるんですね。そういう意味で鵜呑みにしないってこと、一つの手段として置いておいて、じゃあ、今のこの状況において、何を目的にするのか。じゃあ、その目的を考えたときに、今の叱る方がいいのか。 それとも褒める方がいいのかっていうふうに目的に応じて手段を選択できれば少しずつ自分軸ができてくるんじゃないかなと思います。はい。20分の8。価値観には正解がないことを知る。うん、これ、これも7に近いんだけど、あの、7な。情報、情報とか手段っていうのは正解がないんですよ。こういうふうに関わるっていうことはね。であったり、まあ、今回価値観の話だから価値観っていうのは、なんだろうな、中学受験をした方がいいとか。 女の子は女の子らしくした方がいいとか、人に迷惑をかけてはいけないとか、自分がされたことは相手も嬉しいからどんどんしてあげた方がいいとか、そういう価値観があるわけでしょ。人の頼み事は断ってはいけないとか、そういう価値観。それには正解がないんですよ。ね、正解がない。だから自分がそれが絶対正しい正解だって思,思い込んでいると、それは親も子も苦しくなるよと。子供が言うことを聞かなかったら、言うことを聞かそうとするし、ね えー、逆に言うことを聞きすぎると子供は人の目を気にしてしまういわゆる親の目を気にすることから人の目を気にした生き方に発展する可能性があるということなので自分が思い込んでいるこうすれば子供は幸せになるのになこうしたら正しいのになと思っていることは一つの意見であってそこには正解がないということを知るということこれが大事ですねそれを知っておくだけでも自分の価値観を子供に押し付けようとするその圧力が弱くなります 対話によってお互い価値観の違う中でどういうふうにしていくっていう,うに対話する姿勢が、えー、ついてくると思いますのでまずは価値観には正解がない自分が思い込んでるこうしないといけないって思ってること本当にそれは正解なんですかってことですはい20分の9 長いい目で子供とと関わるということねここはねちょっと難しいところなんですけど今ね例えば学校に行けていないとか宿題をしないとか忘れ物をしているとかママから離れないとかね兄弟喧嘩するとかいろんな問題であったりもっと直してほしいなと思うことあると思うんですよ少なからずねうんでもちろんもちろんそれはね、えー、何らかの関わりで治っていったらいいなと思うんだけれども 長い目で見てください。長い目で見たときにね、えー、例えば挨拶しないってなったときに、挨拶がしない大人っています挨拶が能力的に挨拶をできないって大人いるあんまり見たことない人もないんですけどね。で、あのー、そもそも自分がやりたいことを見つけたときに、絶対挨拶は必要だよねってなるんですよ。 だから挨拶をするってことを教えるっていうよりも、やりたいことを見つけてあげて、それがバスケであれ、ダンスであれ、なんでもいいんですよ。ってなったら、そのそのバスケやりたいってなって、チームに入るでしょ。で、挨拶しなかったら、先輩に無視されたり、先輩に教えてもらえなかった,なかったり、えー、コーチに叱られたりするわけなんですね。なので、そういう過程の中で、あじゃあ先輩に叱られたくないしあのそ、あの先輩みたいになりたいし、先生から教えてもらいたい、だから挨拶しようってなるわけなんですよ。 なので、挨拶をし,しろ、挨拶しろっていうよりも好きなことを見つけてあげるであったりね、そういうふうに自分に興味があることを見つけたら、その興味あることからそういうことは学んでいくんじゃないかなと思うので、思うので、もっともっと長い目で関わっていく、今できないことをできるようにしなければって思ってしまうと、どうしてもね、子供が苦手なことをにと向き合う時間が多くなるから、苦しくなってくる。 それよりも子供が今やりたいってことだったら今楽しいって思うことに時間を使ってあげる方が望ましいんじゃないかなって、まあ、これはねその、望ましいというか、まあ、状況に応じてももちろん違うんだけど、ねまあ、友達に暴力を振る、まあ、それを今すぐ直さないととかね友達の親にも言われたし先生にも言われたしってそういう気持ちは分かるんだけどとはいえ暴力を振るってはいけませんっていうだけではね治らないわけでしょそれだったらぼ問題にフォーカスするよりも問題がない時間 にに楽しいこととを一緒に共有するとか、笑い合える体験をするとかねそういうふうに安心できる、ね、時間を持つ方が結果的に問題が高度がなくなっていくこともあるわけでしょなので今子どものことでいろいろと心配なこと不安なことがあるのかもしれないけどそれを何としてでも今解決しようと思えば思うほど苦しくなるからなるからそれよりも その今のこの子親子関係をどうやって良くしていこうかであったり今この子供との時間を楽しむためにはどうしたらいいのかっていう,ふう方向にね、えー、意識を向けてい,いければね、えー、僕はいいんじゃないかなというのもやっぱ親子関係が悪くなったらもうすべてのことが破綻すると思ってるんですよあ悪くなるというのは具体的に言うと親子,にに親子の間で両方とも自然体でないということ 親もと子供と接するときに無理をしていて、偽物の感じを作っていて、子供も親に気を使っている状態、うん、自然体じゃなかったら安心できていないってことでしょ、そういう状態ではやっぱりねその、僕は非日能力のスペシャリストなんで、非日能力という観点で言うとね、やっぱり自己肯定感は育っていかないしその、自分はここにいていいんだっていう居場所感であったり、なんか新しいことに挑戦してよっていう意欲もわわいて湧いてこないんですよ、逃げ場所がなかったらね。うん そういう意味ではやっぱり親子関係を良くするってことがすごく大事お互いが安心感を持つことが大事だなと思っているので一つ目にくつろげるスペースを見つけるとかねえー、自分を整えようねって話はましてるんですけれどもそういう中でね そういう <laughs>、なんかいろんな接続詞をいっぱい使ってるけど、そういう中でねとかね <laughs>、<laughs> はい自、分自分で話しながら、ちょっと接続詞多いなと思いながら、<laughs> はい、そうなんですけど、接続詞多いなって言ったら、これから皆さん、おかちゃん、また接続詞言ったって気になっちゃうよね、すいません。えっと、なの話じっけ、そうそう、長い目で子供と関わるって話ですよ。 長い目でね、そう今いろいろと気になることはあるやろうけれども、そこまで気にしないってこと、これ難しいんだけどね、気になったことを気にしないというのは難しいんだけれども、えー、それ以上に優先順位をつける、今その問題を解決することが大事なのか、それとも子供がが、ね、興味あること、向いてることに時間を使うであったり、親子関係を良くすることを大事にした方がいいのかっていう、その自分の中で優先順位をつけてね、何でもかんでも直さないといけないとなると、やっぱり親子関係がしんどくなるし、親といる時間が楽しくなくなってくる。 のでそういう意味で長い目で子供と関わるのがいいんじゃないでしょうかと提案でございますはい自分軸で子育てをする方法20分の10自分を苦しめる理想を捨てるということね SNS 見たり雑誌見たりテレビとか見るとあんなママさんいいなとかママ友の話聞いてるとうちは全然遊んであげてないわとか絵本,絵本の読み聞かせできてないわ とか、あとは、英語ね、英語の英会話うちにできてないわ、英語話されへんわとかね、いろいろと、なんかこう、他の人と比べてね、比べてしまうんですよ。仕方ない。ね、比べてしまってね、あの自分はダメだって、ね、自信をなくしてしまったり、えー、もし私がこの子の母親じゃなかったら、もっとこの子は幸せになるんだろうなと思ってしまったりね、するんですね。 なの,でそうやなので、そうやってね、こんなままになりたい、あんなままになりたいとかね、そう理想を持つことはすごく大事なんですよ。大事なんですよ。そのロールモデルとして。それは参考になるから大事なんだけど、その理想を持ちすぎるがあまり、いわゆるその理想が高すぎるがあまりね、えー、自分が苦しくなったりするんやったら、そんな理想はいらないってことなんですよ。そんな理想はいらない。 うん、んなぜなら、さっき言ったように、自分が安定しているここ、親の心が安定しているということ、親が安心しているということが親、親子の、ねえー、安心状態安、安心関係を作っていくわけなんで、えー、親が焦ってたり、不安になったり、苦しい状態では、やっぱり心が不安定になっていく、それは子供にも影響するので、そういう意味で、目標を立てるのはいいよ、いいんだけど、それが自分が、その目標があることでワクワクしたり、なんかそっちに進みたいなって思えるんやったら、それは持ってていいよ。 だけど、その目標が高すぎてあ、自分ができないって自分を責めてしまう、そういうような目標なんであれば、そんなんない方がいいと思う。うん、そうじゃなくて、ね、何者かになろうとするんじゃなくて、あなた自身があなたになるってことですよ。自分が心が楽になる、くつろげる状態で子育てするにはどうしたらいいかって観点で選ぶ。ね、そこを置き去りにした状態で、こんな風にしたい、あんな風にしたい、じゃなくてね、自分が自然体で無理せずに関われる状態は、どういう状態なのかなって。 っていう風に考えていくと、えー、楽になるんじゃないかなと思います。はい。自分を苦しめる理想なんていらない。何者かになんでいい。あなたは、あなた自身にしかなれないんですよ。はい。椎茸はなすびになれないし、お魚さんはね、えー、うさぎにならなくていい。ね。走る練習しなくていいですよ。海で住んで泳いでたらいいわけじゃないですか。うさぎもそうです。泳ぐ練習せんでいい。そうなんです。自分ではないものになろうとするとしんどいし、力を発揮できない。 だから、あなたはあなた自身になるということ。自分が自然体で楽に、ね、脱力した感じで付き合える、関われるところを、そのポイントを探っていくということですね、はい。その自然体の時に、やっぱ一番自分の最高の力が発揮できるからね。それでは、半分、あ半分終わった。えー、っと、1から10終わりましたね。はい、後半部分いきましょうか。まあ こんな感じでね、まあ、自分軸を子育てをする方法、自分軸で子育てをする方法を解説してますけど、これはね、あの、概要欄に 緩める子育てっていう本の紹介あるんですよ。それ僕2023年の7月に書いたんですけど、これはまさに自分の中にあるこうしなければいけないっていう他人軸を緩めていく子育てなんですね。なので今日の配信聞いて、えー、ちょっと自分軸をさらに固めていきたいなと思っていただいた方は、そちらの著書を読んでいただけたら嬉しいです。あと公式 LINE 登録いただいたら、えー、自分軸を育てるための、えー、有料動画。 有料講義があったん,あるんですけど、その一部、一部って言っても26本よ。それを無料で配信してるので、えー、そちらも合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、はい、それではいきましょうか。後半戦ですね。自分軸で子育てをする方法、20分の11。気が合わない友人と距離を置く。うーん どうでしょうまあ自分の親かもしれないな、ね。これは友人か親かわかんないけど、とにかくその人といるといつも追い詰められるんだよねとか苦しくなるんだよねとかプレッシャー感じるんだよねとか、なんかマウンティングしてきてしんどいんだよねとか、求めていないアドバイスとか助言とかしてくるんだよねとか、ある。 あるある,あるよね少なからずね誰し。誰にしもあるよ。僕もあるよで。そういう人と一緒にいると、やっぱりそのエネルギーがなくなっていくということ。自分の心のガソリンタンクがあったとしてね、エネルギータンクがあったとして、そこ,のそこにこう穴が開いていく感じなんですよ。穴が開いていくと、まあ、どんだけ休んでいても、エネルギーが入ってきても、その穴から抜けていくわけでしょ。うん。なので、そういうふうにエネルギーを奪う存在、まあ、エナジーバンパイアとも呼ばれてますけど、そういうエナジーバンパイアと距離を置きましょう。 はい距離を置くっていうのは会う頻度を下げるであったり連絡する頻度を少なくするであったりね実際にもう会わないってことも含めてねそういうことで、まあ、距離を置いていくいきなり会わないっていうのは難しくても、まあえー、連絡するタイミングを遅れるとかね例えば、ー、LINE が来たいつもやったらすぐ返してたけど1日置,置くとかねそういうふうにちょっとこう距離を置くっていうのが いいんじゃないでしょうか。うーん。誰からも好かれようと思ってね、えー、その嫌な人にも、それがバレないようにやっていくと、やっぱりしんどい。うーん。でね、あの、もちろん嫌われるのは辛いかもしれんけれども、嫌われる人に好かれる方が、僕は辛いと思うんですよ。どうでしょうこれ僕だけかな。嫌われる方人にね、嫌われてしまい、自分が嫌いな人にね、えー、好かれてしまって、どこどこ、どこ行こう、どこ行こうってこう誘われたり、付きまとわれたりする方が、僕はしんどいですね。うんなので、 まあ別に嫌われる必要はないですよ。ないんだけども、距離を置くってことはすごく大事なんじゃないかなと思います。距離を置かないと、その人の軸っていうのが自分の中に入ってくるんですよ。例えば、それが自分の親やったら親軸になってしまうし、自分の友人やったら友人の軸になってしまう。だから、自分の人生の車のハンドルを、自分ではない親とか友人がハンドルを握っている状態になってしまう。そうなると、自分が行きたいところに行けない。ハンドルを握っている人が行きたいところに行くわけやろその人のペースで。 休めないし、ブレーキ踏めないからね。ってなったら、やっぱしんどいので、気が合わない友人と距離を置く。いますかどうでしょうか誰ですか言わなくていいよ。言わなくていいけど、思い当たる人いるでしょそういう人とちょっと距離を置くということ。もし職場がそういう環境なんであれば、でもしそれが辛いんであれば、職場を辞めるということ、離れるということも一つ視野に置いてで、人と関わることがもう嫌やなって思うんだったら、人と関わらずにお金を稼ぐ方法っていうのを見つけていくっていうのも一つのアイデアですね。 はい、それに関してはまだ今度やりましょうどうや,って、えーね、そうやって自分塾に沿った働き方を作っていくのかっていうことねこれこうちょっと難しいんですけどまた今度ああのやりますそれ、ね、はいじゃあ次いきましょうか20分の1112毎日小さな達成感を作るうーんどんなちっちゃなことでもいいんですよあのー、やっぱり子育てとか家事やってたらなんかわかりやすいゴールってないでしょなんかこう テストやったらあの、テストやったら何点やとか、順位何番とか、バスケやってたらシュートが入った入ってないって、目に見えて、なんかできたかできてないか分かるわけでしょだけど、子供の成長ってなかなか目に見えない。ので、自分の関わりがどうだったかっていう、なかなか達成感を得にくいんですね。得にくい、にくい状態だから、だからこそ、えー、見える化していって、小さな達成感を作る。できれば自分がコントロールできるところにいいね。 子供に自信をつけるってことやったら、それは自分にはコントロールできへんけど、子供が自信、子供の自信をつけるために、いいところを3つ伝えるってことこ。伝えるってことやったら、自分でコントロールできるよね。そうやって、自分がコントロールできるところで、数値化した目標を作って、毎日できることでいいよ。無理なことやったら、苦しめるだけやから。できる、小さなゴールを立てて、それを達成したら、できたっていう、この、味わえるわけでしょ。じゃあ、明日もこれやろうって言って、できた 味わえるそのできたっていう、味わえるその達成感が、明日もやってみよう、明日も頑張ろうっていうエネルギーに変わっていくんですね。プラス、自信にもつながっていくということだから、なんか毎日ね、えー、自分がコントロールできる領域の中で目標とか、まあ、目標あればあるのがしんどいっていう方やったらね、そんな数値化する目標戦でもいいわ。うんななので そういう,うに、なんか目に見えた達成感、付箋に書くとかでいいじゃないですか。掃除をするとかね、今日は自分のお気に入りの何々をするとかね、付箋に書いて、それ終わったら、付箋できたってね、付箋を取ってできたって言って、えー、自分にお祝いをするとかね。それで、ちゃんと頑張って達成感が、えー、ついてきたときに、ご褒美をあげるってのも大事よね。早起き3日、3日連続できたら、ちょっとなんか美味しいコーヒーを飲みに行くとかね。 そうやってちゃんと自分をねぎらってあげることでまた明日も頑張ろうかっていうエネルギーが湧いてくるっていうことですね。はい。20分の13。なりたい人間像を言語化する。うーん、これさっき話したところに近いな。さっきってどこら辺やろ、えー、?7 番、8番ぐらいに近いんじゃないですかあ ?6 番、7番、8番な。 ここら辺に近いんですけども、まあ子育ては人生の一部だと理解するとか、情報をすべてうのみにしないとか、価値観には正解がないことを知る、まあここの内容の話をするときにも伝えたんですけど、要は、自分の中で、どう、どんな人間になりたいのか、そこは大きなゴールじゃないですか。ね。どんな母親になりたいのかの前に、どんな人間になりたいのか、のが大きいわけでしょ。ね。で、どんな子育てをしてないのかの前に、どういうふうに生きていきたいのか、こっちの方が大きいでしょ。大きいところから決めていくんですよ。 あなたはどんな人間になりたいんですかはい。そこですよね。で、どういうふうな世界で生きていきたいんですかそういうふうな自分の人生の脚本、エンディングを描くというですいいことです。自分のエンディングはこんな世界で生きてると。こんなところで、えー、自分がやりたいことをやって、えー、お,お気に入りの友達とかね、えー、気の合う仲間たちと一緒に好きなことをやって、えー、家族と、えー、乾杯とかしてるみたいなね。わからないけど、そうやって、えー、自分のエンディングストーリーを書く。 シナリオを描くということで。その世界の中では自分はどんなキャラクターですかってこと。なりたい人間像を言語化して、物語化して、えー、ストーリーにしていくということ。そうすれば明確になる。そこが大きな指針になるわけじゃないですか。そういう世界で生きるために、そういう人間になるために、じゃあ子供とどう関わっていったらいいかって、その目的が見えるから手段が見えていく、ねえー。大阪に行きたい。目的地があるから、じゃあ電車にしようっていう手段が明確になってくる。 ね、北海道に行きたい。じゃあ飛行機に行こう。でも目的地が決まってない状態で、電車と飛行機と船、どれがいいですかって聞かれても、いやいやいや、決めれないんですよ。目的地次第だよねってことでしょでしょそれと一緒なんですよ。子育ての質問も全部そうなんです。で、あなたがまずどんな生き,生き方をしたいのか、もっと言えばどんな子育てをしたいのか、そこを明確にした状態で、じゃあ、それを考えてるんだったら、こういうふうに考えて、こういう関わりがいいんじゃないでしょうかって提案できるんですね。 はい。20分の14。どんな子に育てたいかを定める。その下のところでね。だから、どんな人間に育なりたいのか。どんな生き方をしたいのかで。そこを定めた後に、どんな子を育てたいのか。どんな子育てをしていきたいのか。ね。○○な子を育てたい。その〇〇な子に入るのは何ですか自ら輝く子。やり抜く子で。人の痛みがわかる子。どんな言葉でもいいです。それを一言化すると何ですか で一言化するだけじゃなくて、それを5分間説明してください。具体的にそれってどういうことですか自ら輝く子。それってどういうことですか今ここで話さないですけど、ブログには書いてるけど、ね、自ら輝けば世界は輝くということで、自分の中にあるエネルギーを燃やしていくことで、ね、自ら輝きだし、その自らの輝きを持って周りを照らすということ。ね、そういうような子になってくれたらいいなっていうのが、まあ簡単に言えばね、僕を育てたいビジョンなんですけども、あなたはどうですかどんな子を育てたいですか 子供の名前を付けたときに、どんな思いでその名前を付けましたかそういうことをね、振り返りながら、まるな子を育てたいとか、まるな関わりをしたいっていうことを明確にする。ここが一つの,あの子育ての自分軸になるので、これはすごく大事なんかなと思います。あの、緩める子育ての第7章にね、どうやってそういう、あの、ビジョンツリーって言うんですけど、ビジョンツリーを作るのかってことを書いてます。そしてそのビジョンツリーができたら、次のビジョンマップですね。15。 これビジョンマップっていうのはビジョンツリーっていうのは言語化なんであの言葉の中心なんですねでビジョンマップっていうのはその言葉を象徴する写真をペタペタ貼るっていうことですまあグググ,ググってもらうんやったらビジョンマップでもいいしドリームマップとか、まあ、そういうのでひら調べてもらったらパッと出てくると思いますちょっとおかっちも作ってるんですけどねちょっと今ここで見せれないんだけど、まあ、クイーンの ね、あのフレディ・マーキュリーが、あのー、ウェンブリー・スタジアムっていうとこで100万人に対してこう拳を突き立ててあのライブしてる写真が結構ど真ん中にあったりとかね、えー、行きたい寿司屋さんのカウンターが飾られていたりとか、えー、あとは家族団らんしてる姿であったり100万人達成するぞみたいななんかそういう YouTube の100万人の何だろうあの王冠王冠っていうかあの盾が飾られていたりねします。 でそういう風なビジョンツリー14でビジョンツリーを作ってビジョンツリーを、えー、イメージできるような写真をおかっちだったらこれ30枚ぐらい貼ってますね、えー、ポスター2枚分ぐらいの,あの白いあの紙模造紙みたいなところに20枚ぐらいペタペタ貼ってますでそれぞれの写真に一言あのキーフレーズを作ってます例えば優香ちゃんとおかっちが対2人で写ってる写真では仲良くって書いてます あと、星の写真もあるんだけど、ここにはアイアムがスタートがあります。みたいに、そのイメージと言葉キャッチ、キャッチコピーを乗っけていくと、より自分がどんな世界で生きていきたいのか、どんな子育てをしていきたいのかっていうのが、鮮明に描かれる。解像度が高い状態でね、ピントがボケていないといことですピ、あのー。カメラのね。はっきりしてるから、 何をすればいいかが分かるんですよ。これ、ピントがボケていて、ぼやけた写真やったら、今どうやって進んだらいいのか、ぼやけた地図やったらね、道が見えないからどうやって進んだらいいか分からない。でも、ピントが合っていて、ちゃんと解像度が高く、そしてはっきり写ってる地図やったら、今どこからどういうふうに進んだらいいか明確になる。そういうことですね。はい。ビジョンマップを作って、えー、解像度が高い地図を作ろうということです。はい。16。 自分とデートをするうーんこれ大事よねやっぱ自分の心を喜ばせるってことが、まあ、自分塾で生きるってことであるわけだから自分の心が喜ぶようなデートプランを練るんですよ。これが週1回でもいいんですね。アーティストデートとも言われてます。あのー、ジュリアン・キャメロン、ジュリア・キャメロンさんの えー、やりたいことは今すぐにしなさいみたいな、ちょっと全然タイトル違うけど、<laughs> まあこのような本の中でね、アーティストデートっていうね、あのことが紹介されていて、まあ、いわゆる自分の心を満たす、心を喜ばせるプランを自分が考えて週に1回ね、1時間でもええやん、ね、半日でもいい、そのプラン通りには行動してみる。 えー、普段降りないような駅に行ってみるとか、えー、文房具屋さんに行ってみるとか、ちょっと映画一人で行ってみるとかね、そうどんなことでもいいです。そのプランを練ったデートを、まあ、最優先にするということ。他に何かが入ろうがもう、もう基本的にそのデートプランを動かすことはないみたいな感じで最優先にする。そうすればね、自分がどういうふうに生きていきたいのかとか、自分の心が何を求めているんだろうっていうのが分かるようになってきます。 ね、自分が何が求めているかが分かるとどう関わりたいのかどう生きていきたいのかが明確になりビジョンマップを作れたり、ねえー、ビジョンツリーを作れたりするということなんでとにかく自分のエネルギーをチャージするという意味でもね自分とデートをするというのは強く強くそして強くおすすめしますはいじゃちょっとね黒豆茶飲ましてください16までいったな今はいじゃあ次は20分の17 自分軸で子育てをする方法ですね。えー、夫婦でやまる気をする。すいません。今まで何回出てきたかってことだけど、やっぱこれいいんですよ。やっぱりこれいいんですよね。そもそも夫婦で対話をするっていうこともめちゃくちゃいいじゃないですか。で、普段なかなか忙しい中では話し合えないであったり、なんか業務連絡 ほうれん草しかしてないとかね、えー、ゴミ捨てたとかね、えー、今日こんなことがあったよぐらいの報告連絡相談しかしていない。で、えー、っていうご家庭には特にこういうふうにちょっと日常から、現実から離れて、非日常の世界で、えー、自然な環境の中でね、山をテクテク歩いて、ね、小鳥のね、鳴き声とか聞きながら、 あそこにクマさんいるわ、クさんおたか、クさんおたかな。あそこになんかイノシシ、イノシシもあかんわな。えっと、あのそこにじゃあカモメおるわ、みたいな感じでね。まあ、とにかく、そうやって、あの、なんかこう、一緒に自然体で過ごせる時間を持つっていうこと、すごく大事よね。体を動かしながらね。うん。まあ、別にそこで子育てをどうするってことは別に話,話さなくてもいいんですよ。お互いが本当に役割を離れて、 パパとママっていう役割を離れた状態で、まさに非日常の場所で、自然の中で一緒に、まあ、キャンプでもいいし、まあ、そういうことをしながらね、えー、いるとね、あのー、その人らしさっていうのが見えてくるんじゃないかな。パパ、ママっていう役割ではなくて、その人っていうことが見えてきて、なんか絆が深くなってくるんじゃないかなと思います。で、やっぱ子育てのこと話し合いたいとか、いろんなことはあると思うんだけど、まず根本的な関係性を作るってことが、やっぱすごく大事よね。笑い合えることをするということ。 うん、そういう意味でも夫婦で手軽に楽しいこと、まあ、おかちだけかもしれんけど楽しいのねね優香ちゃんも楽しいから2人でよう山歩きしてるんだけど、まあ、そういうふうに非日,日常な空間で自然の中で、えー、自然体で、ね、過ごす時間をも持つっていうのはすごく大事なんじゃないかなと。 役割の中である母親としてこうあるべきとか父親としてこういうことやってねってそういう役割を離れて、えー、本当に自分軸で自分たちはどういうふうに生きていきたいのかっていうのを見つめ直すきっかけになるんじゃないかなと思いますはいちょっと鼻が詰まってきましたねあのこの前講演会があってねそこでねあのー 全力でやりすぎて、全力でやったらいいんだけど、その後にブルーハーツを歌ってしまってね、帰るとき、あ、講演会のとき歌わないですよ <laughs>。帰るときですよ <laughs>。運転しながら歌ってしまって、それがね、ちょっとね、大変なこそれで大変なことになって、喉がね、ガシガシ言ってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ次いきましょうか。20分の18、インナーチャイルドの声を聞く。 うん、これはね、内なる批判者と対話するということに、まあ、かなり近いんだけど、あのー、自分の心の中にはね、ちっちゃな自分がいるんですよ。でしょって言っちゃった。<laughs> ですよ。はい。あのー、 赤ちゃんじゃないですよ。インナーチャイルドなんで、まあ、5歳、5歳、6歳の子ですよ。うん。がいて、いてるんですよ。ちっちゃな自分がいてて。幼少期の時に、子供の時に、お母さんにこんなことしてほしかったなとか、お父さんにこんなこと言ってほしかったなとか、なんかね、えー、親子関係の中でつけられた傷を抱えていたり、未だに癒されていない部分を持ってるんですね。多かれ少なからね。それがインナーチャイルドがその傷を抱えてるんですよ。その痛みをね。 あんなこと言ってほしかった。そのままの自分を受け入れてほしかった。気持ちを聞いてほしかった。自分の味方になってほしかった。学校休みたいって言ったときに、え、休んでいいよって言ってほしかったとかね、あるんですよ。少なからず傷を抱えてるんですね。で、インナーチャイルドはその傷を抱えてるから、その傷をちゃんと聞いてあげる。その声を聞いてあげる。子供のときに親に聞いてもらえなかったこと。 親にしてもらえなかったこと。それを大人になったあなたがその声を聞いてあげて、できることをしてあげる。絵本買ってほしかった。じゃあ、絵本買ってあげたらいいじゃないですか。自分のために。ね。絵本っていうのはその時やけど。じゃあ、今欲しいものを買ってあげたらいいじゃないですか。そういうことなんですよ。子供の時にしてほしかったことを大人になったあなたがそれを実現してあげるということ。叶えてあげるということ。できることからね。ハワイ行きたいって言って。それは無理よ。いきなりハワイ行きたいはちょっとやめてって。 ね、じゃあちょっとなんあの家の近くの無人島にでも行こうみたいなところでいいじゃないですか、ね。できる範囲で相談しながら、えー、自分の中に抱えてる傷、お金少なかれあの時は寂しかった、あの時は腹立つ、ダメなものはダメって言われて嫌やったとかね、あるわけじゃないですか。それを聞いてあげる。子供の時は聞いてもらえなかった。大人になったあなたが聞いてあげる。何がそんなにつらかったのって何が苦しかったのって聞いてあげる。そこを癒していくことで、あのー、こうしなければいけないってことが緩んでいくんですね。 はい、そう親に認められるためにこうしないといけないとか周りの人に嫌われないように、えー、こうしないといけないっていうところそこが緩んでくるんですよそこの傷が、ね、癒されていくとちゃんとフラットな状態で自分はどうしたいかを考えられるでもそのインナーチャイルドが、ねえー、傷を抱えて、えー、悲,し悲しんでいる状態では自分がやりたいことではなくて、ね、それをやらないと嫌われるよとか それをやらないと認めてもらえないよとか、人の役に立たないと価値がないよ、あなたは。みたいな感じでね、自分がやりたいことじゃなくて、やるべきことに時間を使ってしまうということなので、このインナーチャイルドの声を聞くということ、ちょっと実践してみてください。具体的に言えばね、なんだろうな、自分がダメやなと思ってるけど、やってしまうことってありません子育てで。もうダメやなと思ってるけど、何度も同じことを繰り返してしまう。その背景には、 イインナーチャイルドがいるんですよ、ね、ダメやなと思うけどそれをやらないと、ね、何かしら不都合なことが起こるんですよ。あなたは守ってくれてるんですね。なのでダメやなと思ってやって,くれ何やってしまうその行動の背景にあるまるしなければいけないっていことを特定して。 それを緩めてていくってことが大事です今、おかち簡単に言ったけど、これはなかなかね、難しいことなので、あのー、緩める子育ての本読んでいただいたらね、読みながら自分の中に抱えている傷っていうのを、えー、癒せる、そういうようなね、構成で作っております。それだけじゃなくて、じゃあ具体的にどうやって関わったらいい、子供と関わったらいいのというところも52個解説してますので、概要欄からチェックしてみてくださいね。はい、あと2つまできた。頑張ったな。 自分軸で子育てをする方法二十分の十九夫婦で子育ての方針を話し合うということね。山歩きをして、まあ、人間関係を作りながらね。山歩き以外でもいいですよ。関係がある状態でね。じゃあ我々はどういうふうな子供を育てていきたいのかってこと。緩、えー、ゆるめる子育ての第七章にあるビジョンツリーを一緒に作るっていうのがおすすめです。どんな子を育てたいのか。そのためにはどういうスキルが必要なのか。 そのスキルを身につけるためには、日々どういう関わりがいいのか、どういう声掛けがいいのか、具体的に、あのー、あのパパと、そしてママとね、パートナーと一緒に相談して決めていくということ。ね。で、まあ、いろいろなことがあると思うんですけども、例えばね、親と子の境界線をどう引くのか、えー、どこまで見守って、どこまで介入するのかっていうラインをね、明確にするということも一つですね。 うん、何でもかんでも手助けする。何でもかんでもほったらかしにする。じゃなくてね、こっからここまでは手を貸して、こっからここまでは、えー、と見守るっていうところ。それを親子で、親子じゃないな、夫婦で話し合って、その境界線を作るっていうのも一つの方法ですよね。まあこれでね、この、ね、価値観が合わないとか方針が合わないってことがあってもいい。あってもいいけど、とにかくはまずは話し合う機会を作るってこと。で 相手はどういう考えでそれをやっているのかなって知ることが大事ね。で、結局それが揃わなかったとしても、それはそれで、あの、揃ったら揃ったでメリットがあるし、揃わなかったら揃わなかったでメリットがあるんですよ。そうやって子供からしてね、お父さんとお母さんの考えは違うけど、こうやっていろんな価値観があるんだなと。その中で自分でかね、いい価値観を、しっくりくる価値観を選んでいくことが大事だな,なっていうことも学べるし、で、同じようなね、えー、関わり方をしてたら、 ね、あの子供は混乱しなく、混乱せずに、えー、夫婦のメッセージを受け取ることができる。どちらもメリットがあるんです、ね、とにかく話し合う機会を作るってことはすごく大事なんじゃないでしょうか。これも YouTube でね、夫婦の関係を良くするためにどうしたらいいのかってあったり、夫婦の中でお互いが自然体で関わるために、こういうことおすすめだよっていうのをね、えー、多分紹介してます。すでに紹介してます。なかったら今後紹介していくので、ぜひね、チャンネル登録もしといてね、この間にポチッとチャンネル登録。 よろしくね、はいそしてそして次は最後ですね子育て以外に生きがいを見つけるはい、えー、これまで散々話してきましたけども、えー、子育てってっいうののは人生の一部です自分の人生という大きな山があってその一つに子育てっていうのがあり仕事っていうのがありプライベートっていうのがあり、えー、パートナーとの関係性自分の親との関係性自分の趣味コミュニティっていうのがあるんですね いろんな、えー、ことがあって、その一部が子育てですよね。で、子供に、子供でも全く同じですよ。親との関係が自分の人生の全てではなくて、学校での関係性であったり、習い事の野球であったりね、ダンスであったり、学校卒業した後の仕事場かもしれないし、恋人ができたら恋人との関係もあるわけで、えー、子供にとって親が自分の人生の全てだ。 っていうふうに、えー、なってはいけないのと同じで親にとっても子供が人生のすべてだってなってしまうと苦しくなるよってこと子供を縛ってしまうで子供は親に依存して親は子供に依存する共依存関係になってしまっていわゆる自立できなくなるということで子供を縛ってしまうんですね自立することを妨げようってするご家庭もあります 子供が幸せになってほしいとか楽しんでほしいって思いはあるんだけど幸せになってもらったら寂しいな頼ってもらえなかったら嫌だなってなってしまって自立するのを無意識に妨げるっていう方もいます。 はい、そういうふうになってしまわないように子どもを自立させることがあくまでもこのゆるめる子育てではゴールそしてもっと言えば親も子も幸せになる自分軸を持ってお互いが納得できる生き方を見つけるこれがゆるめる子育てのゴール It's my life これが私の人生だと言えるようなね生き方を見つけるってことを目的ゴールにしてるのでそのための一つの方法として手段として子育て以外に生きがいを見つける子どものことだけに時間を使わない 命を削らないということ。それ以外にも意識を向ける。命を使っていくということ。子供,子供以外のことにエネルギーを注げば、子供のことが気にならなくなります。でいい感じで見守れるようになる。ここからここまでは子供と関わり、ここからここまでは子供と関わらないって、明確に言語化して決めた後は、えー、しっかり適度な距離感で子供と関わるってことが大事なんじゃないかな そのためには子育てが生きがいってなってしまうとどうしてもそこに執着してしまうので本来なら子供が解決すべきことまで、えー、先回りして助けてしまったり干渉を多くしてしまうとやっぱり過干渉になったり過保護になってしまう、まあ、過干渉とか過保護は、まあ、いわゆる心理的な虐待なのでそうならないような子育てをすることが、えー、子供が自分らしく生きていく、えー、社会 これからのね、激動の時代を、えー、どうなるか分かんない、これからの時代をね、自分らしく楽しく、たくましく生きていけるんじゃないかなと思います。そういう意味でね、自立をさせるためにも、子育て以外に親が生きがいを見つけるってこと、大事なんじゃないでしょうか。 ねえー、まずはやりたいことを見つけるやりたいって言ってもなかなか難しいなってこともあるかもしれないけどちょっと気が進むことでいいんですね夢を見つけるとまでいかなくてもちょっと気が進むことやってみようかとかね、まあ、単純にいつもと違うスーパー行ってみようとかいつもと違う道から帰ってみようとかこういうことでもいいんですよこういうことでいいんですよ、ね、こういうところからでもいいのでなんかちょっと気が進むことをやってみるっていうところでね、えー、子育て以外に人生の楽しみを作るってこと一緒にやっていきましょう はい、ということでね、ここまで、えー、自分塾で子育てをする方法20個紹介してきました。まとめましょうか。まず、自分塾で子育てをすることはすごく大事だと。でまあ、自分塾って何なのかというと、自分の心の声に素直に従って生きるということ。もっと言えば、自分塾で生きている人は、えー、自分で自分のことを幸せにできるし、自分の心の声を叶えることができるし、自分の尊厳を傷つけようとする何者かから守ることができるってことなんですね。 はい、なので、自分軸を子どもの中に自分軸を育てることも大事だし、そのためには親自身が自分軸を持って子育てをすることが大事、そうすることで、えー、いろんな、ね、ママ友の意見であったり、他の人と比べて焦ることも不安になることもなく、自分のペースで自然体で子供と関われるようになる、ね、リラックスして安心して関われるから子育てがしんどくなくなってくるということ。 うん、やっぱ焦ってたり不安な状態であったり自信がないっていう状態だったらこそ子育てが楽しくなくなってくるでしょ。焦ると、ね。自分には向いてないんじゃないかって自分を責めてしまうのも辛いしそういう意味で自分軸で子育てをして,い、ま、していきましょうということをねこのゆるめる子育てでは提案していますということでその中ですぐにできる方法20個ねまあこれいっぱい書いたけど。 ま,あまずは自分を整えるということ、食事、睡眠、運動しながらね、時間のゆとりイコール心のゆとりだから、しっかり時間を作って、自分の中でいろんな声が聞こえてくる、その子を否定したり、ね、シャットアウトするんじゃなくて、内なる批判者とか。 インナーチャイルドの声を聞きつつ、えー、自分の心が何を求めているのか、それを知るために、心が動くこと、ちょっと自分とデートをしてみる、であったり、えー、こういうふうな人生歩みたいなっていうことをこう写真をペタペタ貼って、ビジョンマップを作ったりしながらね、しながら、えー、自分が自然体でこうありたいという理想を作っていく、自分を苦しめる理想を捨てるということです。気が合わない友人とも距離を置きながらね、えー、しながら、えー、子育て以外に自分の人生を見つけるということ。 はい、こういうこと20個紹介しましたけどこれ全部やろうと思っても無理だと思うからなんかこれできそうやなって思うところからね一つでも実践していただけたら幸いです何か少しでも共感できるポイントがあればいいねとか高評価ボタンを押していただいたら嬉しいですで皆さんおすすめのねおすすめの自然体で子供と関わる方法があればね、えー、なんかあのコメント欄に入れていただけたら参考になりますのでよろしくお願いします この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を全力で紹介しています。えー、明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。で、この緩める子育てラジオっていうリストね、作ってます。その再生リスト見てもらったらね、ありますので、その再生リストもうお気に入りに登録してね、えー、聞いてください。もう全18、 8本ぐらいあるんじゃ、今、多分ある,あると思います。それをかけ流しでね、テレビにつけながら家事をするでもいいし、スマホで流して、Bluetooth のイヤホンで弾くとか、そんなんでもいいからね、ぜひちょっと流しながら、通勤途中でもいいので、ぜひ聴いてみてくださいということです。 はい、えー、3点、いつも通りお話があるんだけど、まず公式 LINE をやってるので、概要欄からチェックしてくださいということと、今回紹介した自分軸の子育ては、えー、僕の著書である、緩める子育て。そこで紹介していることを抜粋して紹介しています。えー、さらに子供と楽しい時間を過ごしたいであったり、子育てのしんどいを取りたい、イライラしてしまう、自分責めを緩めたいって方はね、ぜひ、あの、緩める子育て手に取っていただけたら嬉しいです。えー、概要欄に貼り付けておきます。 でねこういう風に自分軸を作る子育てっていうのねこういういに YouTube でも紹介してるけど実際の講座でもライフスキルコーチ認定講座ってね180日間の講座と、えー、60日間の講座生き方プロジェクトっていうのをやってますそこではまさにね自分がこういう風に生きていきたいこんな子育てをしていきたいっていうシナリオを作ってそれを、えー、習慣化するっていうことを、えっと、目標にやってますこれは生き方プロジェクトはそのビ,ビジョンを作ってシナリオを作りちょっと習慣化するってことをやってますでで生き方プロジェクトではその180時間がかか で習慣化して自分塾を作るプラス子供の自分軸を育てるための関わり方っていうのをねがっつりやってますでプラスどちらのプロジェクトもね、えー、生き方プロジェクトもライフスキルコーチ認定講座も卒業してからの3ヶ月のアフターフォロー、ね、月1のねグループコンサルもつけてますのでえーっと生き方プロジェクトもね2023年の1月頃からやります年に2回ぐらいやると思いますでライフスキルコーチ認定講座は秋ご,秋ごろに 毎年1回やってますので、えー、興味がある方はね、公式 LINE で、えー、情報をチェックしておいてくださいということでございます。今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はヌラヌラと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。結構自然体で発信できたんじゃないでしょうか。うん、まあまあお気に入りの配信でしたね。どうでしたかよかったらいいねつけて。 嬉しいよ。はい <laughs> おねだりすいません。